はい、こんにちは、無声でございます。今日はブルーベリーの様子、こちら、ハイブッシュ系のウェイマウスというやつですね。なんと、ホームセンターで500円という破格の苗木を買って、植え替えてどれぐらいですかね、2、3週間経ってますかね。元気に育っております。で、少しもう紅葉が始まってますね。もうだからまだまだ暑いんですけど、植物的にはもう秋を感じてるというような感じじゃないでしょうか。で、こちらはもうちょっと前、8月いつぐらいですかね、初めぐらいに買ったブルーベリー、ピンクレモネードというピンク色の実がつくという、ブルーベリーですね。で、ブルーベリーを大きく分けてハイブッシュ系 と、ラビットアイ系とあるんですけども、このピンクレモネードはそのハイブッシュと、ラビットアイ系を掛け合わせた品種らしいです。なので、どっちの、通常あの、ブルーベリーは同じ系統のものを2品種植えとかないとちゃんと実がつかないよっていう話なんですけど、このハイブリッド系はまあどっちでももう一種類ブルーベリー株があれば実がつくというものらしいです。で、混み合ってるところ剪定してます。今年伸びたこう枝がいくつか出てるやつをこう一本強いやつだけを残すようにしてます。まあこれもやっぱりあの同胞スタイルのやり方ですね。で、切った枝をこう緑紙刺し、挿し木にしてたんですけど、まあ枯れたやつもあるんですが、生き残ってるやつもあるので、これは、冬に植え替えなどしていきたいと思います。赤い実がなるっていうことなんですけど、ちょっとどうなるか楽しみですね。ブルーベリーはあの小さい木でも結構実がなるので、これは割と2年、3年目なのかな ?2 年目ぐらいですかね、の、木になると思うんですけども、かなり楽しみな感じです。はい。以上、無声でした。ありがとうございました。